はようございます。おはようございます。というわけで今日は昨日旅行行って帰ってきて、はい、翌日の10月11日、はい、で今日は多分見たことあるかもしれないけど、今日この前中村直君と一緒にトレーニングさせてもらった、そうですね、はい、大阪は柏原、はい、Dフィットに来てます、はい。今日は、ダイさんと一緒にトレーニングしたいと思います、はい、ダイさんちょっとお願いします。ちょっと また重なるけど自分の紹介です。お願いします、はい。大阪柏原市にある、リフィット天神の24時間型ジムを、運営してます大山です。お願いします。今日はトレーニング、お願いします。でなんと、はい、昨日一緒に行動してた、はい、秋葉和樹も今日まだいるんで、はいはい、和樹も一緒にトレーニングします。3人で、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ちなみに第3はあれいつでしたっけ、大阪大会サマスタの7月30日のサマスタのビースティーで優勝してます、はいはい。ここみんなだからサマスタ出てるっすね、はい。そんなメンバーで今日はトレーニングしていきます。お願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。これ今から背中のトレーニングするんですけど、このストレッチポールでここを柔らかくしておいてあげるっていうのがすごい結構重要。この胸郭が肩も後ろに行きやすくなるし、うん、多分これしたらみんなゴリゴリになるんじゃない固まってるから。ああ、ゴリゴリ、はいはいはい。でこれまっすぐしてあげる、はい、全然顔と肩甲骨を開いて、はい、落としてっていう肩周りの肩甲骨周りのコンディショニング、はい。でこれちょっとこう円が来るようにして、はい、ローテーターこの肩肩甲骨腕をつないでる筋肉をほぐしといてあげて、肩痛くならへんようにしといてあげる。まず1種目目はラットプルダウンからいきます。あ、これめちゃくちゃ足のハマりがいいわ。いいっすね、かなり。ラットプルダウンでもこの結構俺はこの足のフットプレートを結構大事にしてる、はい。これ結構みんなこうやってこう開く人がいるから、はいはい、開いたらこう骨盤がこうこっちに返ってこう背中が丸まっちゃうの、はい。これ中にどっちか入れてあげて、どっちかってこう入れてあげて、内転筋、太ももでちょっとこう挟むようにしてあげたら骨盤こうギュッと立ちやすくなるから、このまま引いてあげたら背中に効いてやすいから、肩甲骨は寄せない、ない意識で引いてる、はい、勝手に寄るから。確かに。おお、これはカーフロートレーニング、はい、やりながらシーテッドカーフレイズをしてます。こうここね、はい、ここを鍛える種目ですね。なんかもうプツンって切れそうですね、もうそれぐらい。どっちもどっちも鍛えれるから。you
これいいって言ってくれたら100ぐらいまで食べてくれ。普段はもう一人でずっと取れるんで。普段は一人で。へえ。黙々と。みんなでも基本一人やな。うん。そうだね。時間が合わないからどうしても誰かパートナーがおったらその方がいいやろ。そうだね。70。おかしないですか。はい、いいよ。その距離をこのベクトルにしたい、はいはい、どうしてもこれだとここにしたいのじゃん、はい、この向きやったらこれが一番伸びるけど広背筋自体の伸びるのがこれです、ね、はい、これもこのパラレルグリップってこれ閉じてるじゃないですか。ワイドってこうじゃないですか、はい、肘がこれ前に来るからその分肘が一番こう近づきやすくなるからこっちから近づけるよりこっちから近づけた方がカーブに入りやすいから。だけど俺はこれ別に株を狙ってるわけではないけど思いっきり株やってて、いやそれはでも人それぞれ、ね、狙い方によって引き方が変わるからです。株を狙う時の引き方とどっちか言ったら俺は今これでわざと外側を狙ってるから、これもう肩甲骨を寄せずにプルオーバーみたいな感じで引いてる。Take off.
え、そうなんや。西おかしい。
スカルクラッシャーのスーパーセットでいきます。20年ぶりにするわ。俺しか喋らへんから一人でトレーニングしてるみたい。これちょうどあのいいタイミングやから、はい、説明しとくけど、はい、説明しとくけど、はい、スカルクラッシャーってこう、なんでスカルクラッシャーっていうかって言ったら、この頭蓋骨こうクラッシュするみたいな感じでスカルクラッシャーって言うんだけど、はい、ここになんかよく下ろさないといけないみたいな、はい、って結構みんな言うねんけど、はい、これってマジで人それぞれやから、これで結構肘痛めてる人が多いから、うん、あの俺がこれを今教えるというか、これを気をつけてくださいっていう意味で、ここに下ろすっていう意識はあんまり捨てた方がいいから。でこれどっちかって言ったら、ここの上腕のここの腕の長さが、例えばめちゃくちゃ長い人いるやん、長い人がこれデコに下ろそうとすると肩が動かずに肘だけがこう動いてこう下ろさなあかんくなるやん。でこれが要はこっちに動いたら肩も動くから3頭ここ乗るんやけど、ここに下ろそうと思ったら肩を止めた状態で肘だけ動かすことになるから、すごく肘に負担かかるんよ。で3頭ってこの外側頭って言われる、ここは単関節やから肘の曲げ伸ばしで動くんやけど、この長頭は肩関節も一緒にこうやって動かしてあげないといけないから、どっちかやったらこっちに下ろしてあげた方がいい。で自然にこう肩関節も一緒に動くようにしてあげた方が3頭には乗りやすい。これこっち行き過ぎたら行き過ぎたら逆に広背筋とか乗っちゃうから、自然にこう下ろしてくる中で肩関節も一緒に動くようにしてあげて伸ばしてあげる。でこれこっちまで行っちゃうと肩より拳がこっちに行っちゃうと逆に負荷が抜けちゃうから、肩より上もしくはちょっとこっちぐらい残しておいてあげた方が、うん、はい、皆さん気をつけてやってみてください。
かんねつねつつくところが嫌いや。ラスト20いきます。カモン、ゴー。1、2、ね、汗かいて。しっかり汗かきます。はい、ラスト、はい。1個はほんまもうねちねちしたい。痛いっすもんね。そうなんですよ。普通に動かないですもんね。Kevin's hopping, no joke.
10レップするんですよ。わざとハイレップで。あ、ダメだ。って言って、これは奥さん、家でやってください、ソファーで。
おお、伸びん。伸びない。
トレーニング終わりました。ということで今日は、背中のトレーニングと腕のトレーニングをスーパーセットで2頭と3頭やりました、はい、でちょっと全然腕のサイズを測ってなかったんで、今日はダイさんメジャー持ってるってことなんで、一回何センチ腕があるのか測ってもらいたいと思います、はい、ちょうどいいタイミングなんでスポーツモデルの選手はどれぐらいあるんかそんな自信はないんで一回測ってもらっていいですか、はい、どっちの方がいい、右利きやね、右利きっす。あ、利き腕の方がやっぱそうですね。すごいな、ラクダやな、これラクダみたいなピークでお願いします。もちろんもちろん、一番太いところで取りますよ、はい、おっ39。いや、ちょうどね、40、ジャスト40センチ、パンとして40センチ、逆は気球、5ミリぐらいは小さいね。あ、こっちの方、こっちの方、あ、こっちの方が太い、あ、こっちの方が1ミリ太いかな。あ、まですか、40.1。 へぇ、でも均等ってすごいですね、うん、ほぼ均等、40センチ、はい、絞れてるからね。大さん行きましょう。確かに、いや、僕はもう前にやめたく絞れて40やったらやばいですね。カズキ、足だったらいいのに、いや、苦手すぎて本当に難しい測んのも、うん、はいはい、というわけで今日はこれでトレーニング終わりです。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。One thing I won't do is let you